二階建て、バス三菱不装、エアロキングハイデッカーバス比のセレガハイブリッド連接バス本校では主に、日本で見られるバス車両の構造や、用いられている技術について解説する。車体構造や、駆動方式など、車両の成り立ちに関する技術のほとんどが、外来のものであるため、それらについては、世界の事例を記す。バスは、 旅客の大量輸送を目的とする自動車で、一般的に前後に長く、高さのある箱型の車体を持ち、室内には多くの座席を備えている。日本の登録区分では、普通の利上車に分類され、放棄上、中型以上の乗車自動車は、乗車定員11名以上の自動車を指し、乗車定員30名以上の大型乗用自動車を、大型バス。 乗車定員11名以上30名未満の中型乗用自動車をマイクロバスという。バスの前身は乗り合い馬車で乗り合い馬車の馬を動力に変えたものが起源である。日本においても最初のバス車両は乗り合い馬車を改造したものが使用され、箱の部分に乗り合い馬車の部分をそっくり流用しアメリカ製のエンジンを搭載したものであった。乗り合いバスが登場した頃は エンジン部が前方に突き出したボンネット型バスであったが、やがてエンジンが車体内に組み込まれた箱型に変わっていったことに伴い、現在運行するバスのほぼすべてが箱型のバスが運行されるようになり、ボンネットバスは一部の観光地で教習を誘うための観光目的で走行しているのみである。かつてバス車両の一種で、都市部の道路上に2本の架空電線を引いて電気を 動力源として電動機で走行するトロリーバスが走行していた時代もあり、日本では無軌道電車とも呼ばれていた。路面電車のように軌道を必要としなかったことから、大気を汚染させず建設費も安かったことから、多くの都市で普及したが、道路が渋滞すると立ち往生してしまう欠点から、路面電車よりも早い時期に姿を消していった。高度経済成長期以後は、 一般の乗り合いバスも都市圏で地下鉄などに客を奪われ、地方ではモータリゼーションによる自家用車の普及により苦境に立たされる状況の中で乗客へのサービス向上のために低剰化を図った低床バスが登場するようになった。高速道路時代になると鉄道に代わって旅客用バスを使用した高速バスが参入し、長距離向けバスでは快適さを求められたことから、 高床式にすることで、乗客からの眺めを良くしたハイデッカーが登場した。観光バス業界向けに、イギリスで発祥した2階建てバスも、同時期に普及している。都市内用都市内用いわゆる路線バスタイプ。複数の客用扉、多くの立席や吊り革をはじめ、停留所ごとの乗客の流動に適した構造となっている。車掌が乗務していた時代は、 ほとんどの車両の客用扉は中扉のみであった。近年は低床超低床化が進んでいる。都市間連絡用都市間連絡用夜行便、高速便を含む長距離路線のほか空港連絡、学校や企業の送迎などに用いられる。多くが観光貸し切り用に似た前扉で、前向きの座席、エアサスペンション、高出力エンジンを持つ。 かつての国鉄専用形式では、エンジンのみならず、変速機も特注であり、一般の市販車とは異なる専用品であった。現在、長距離用の接客設備は2階建て、もしくはハイデッキ、トイレ付き、通路を挟んで2名2名の4列、または独立3列シートが主流となっている。内装は、観光貸し切り用に比べ、やや簡素で、業務用無線、校車知らせボタン、 整理券発行機、運賃表、運賃箱などを装備する。この他近郊型とも言われる、ハイデッキではない通常の床高さで、前扉もしくは中扉のみのものや、前扉以外に、中もしくは後扉を持つに扉のものもある。近郊型は、送迎用との自家用や、都市間連絡用のほか、都市部の深夜バスにも導入されている。自家用では、 運賃関連の機器は装備されない。22の座席配置では通路に補助席を設ける場合もあり、古くは左右の座席袖から小ぶりの補助席を一脚ずつ展開し、主座席を含んで6人掛けとするものもあったが、現在では補助席もほとんどが大型化した1人掛けとなり、背もたれも頭当てのある2枚構成で、回転か無式のリクライニング機能を備えるものもある。以前は、 陳腐化した経年者の有効利用を目的に、普通床の位置、扉車に扉を増設し、都市内用や近距離向けに改造される例も多かったが、現在では改造を受けずにほとんどが輸出されている。観光化しきり用古くから空気バネ喧嘩の足回りを持ち、冷房装置、サンルーフ、カーラジオを装備するなど、長距離、長時間の運転に対応した構造と、 アメニティに振った接客設備を持っており、通常、運賃収受設備、整理券発行機、降車ボタンなどは持たない。現在は、2階建て、ハイデッキなどで展望を重視したものがほとんどで、客室後部にラウンジシートのサロンを持つもの、あるいは、回転式シートでサロンに対応するものもある。オン、冷蔵庫、AV 機器、装飾性の高い照明器具と内装を持つ。 合理化のため、都市間連絡用の路線車と共用している事業者もあり、経年により、路線車に格下げとなる場合も多い。日本においては、医療、介護用を除き移動中に使用する信頼を社内に設置することは、法令上認められておらず、現在国内においては、寝台バスは存在しない。なお、過去には、札幌市交通局によって、 寝台バスが試験的に導入されたことがあるが、事故を起こしたために規制され、計画は頓挫している。世界では広大な国土を持つ中国で多くの寝台バスが運行されている。バスとして設計された車両に、覚醒装置や、宣伝内容を外装に貼り付けた広告宣伝車としても運行されている。特殊用途自動車では放送宣伝車に分類される。広告主の依頼によって、 有料で運行されるが、貨物も人員も輸送していないので、自家用車で運行でき、一種免許で運転できる。現在、国内のバスは一部の例外を除き路線バス用と高速観光バス用に分けて製造されている。また、法令により、車両の大きさと重さ、乗車人員から大型車、中型車、小型車に分類している。しかし、それとは別にメーカー等が、 実際の大きさをもとにした分類がある。特大車特大車であるメガライナー、連接バスと通常の路線バス車両の比較全長12メートル超、または車に2.5メートル超のバスが該当する。日本では道路法の規定を超えるために行動を走行できず、特殊車両として関連機関への通行許可申請が必要になり、許可された経路しか運行できない。 15メートル級の大型車や2車体以上の連接バスには現在国産車足はなく全て輸入車である。戦後、都営バスをはじめ各地に導入され都市部の復興輸送に活躍した日の T11 バイト型 T25 型トレーラーバスもこれに含まれる。アルファリゾートがトマム駅までのシャトル用として導入しナンバーの取得を目指していた。 ネオプランエアライナー N940 型エプロンバスは、全長 13,420mm、全幅 3,950mm という、前代未聞のサイズが災いし、ついに行動走行の認可が降りなかった。同様に、行動走行を考慮しないものに、空港内の旅客ターミナルと離れた場所にある、飛行機との間を結ぶランプバスがあり、ワイドボディの国産特大車が存在する。 大型車、全長10から11.5メートル、車幅2.5メートルのバスが該当する。ホイールサイズは、以前のものは20インチ、現在は22.5インチ。国内3メーカーすべてが製造しており、機関車種である。L が、ブルーリボン、エアロスターがある。日産ディーゼルは、バスの生産から段階的に撤退する中で、指定コーチビルダーを、 富士重工業から西日本車体工業へ変更。その影響で富士重は2002年5月にバスボディの生産を終了。西高は2010年8月 UD トラックスのバス生産終了に合わせ会社を解散している。全長10メートル級の車両は全国的に多く見られ、11メートル級の車両は1970年代前半まではラッシュバスと称された通り、 郊外の新興住宅地から大都市への通勤通学輸送に多く用いられたが、その後は鉄道の整備が進んだことなどから導入する事業者は激減し、現在は北海道での採用が大半を占めている。他に車両を貸し切り兼用とする場合や、企業や学校との契約輸送用のバスにも多く使われている。11メートル級の車両は事業者によっては、 大型長尺車とも称される。全長9メートル級は、かつて、日本国有鉄道で多く採用されていたが、国鉄分割民営化後は、需要が途絶え、2011年12月現在は、民間事業者向けにも製造されていない。事業者によっては、中型車という位置づけにしているところもある。代表的な車種として、L ガール T、日産ディーゼルスペースランナー RP がある。 中型車、全長8から9メートル、車二2.3メートル、定員30名以上のバスが該当する。ホイールサイズは、以前のものは16、18インチ、現在は19.5インチ。国内3名ーすべてが製造していたが、現在は、J バス製のイスズエルガミオとヒの、レインボーのみが製造されている。かつては三菱不装、エアロミリも存在した。この編集として、 中型車の全長を10.5メートルに延長した中型ロング車がある。純粋な大型車に対して安価なため近年多く製造されている。レインボー、エアロミディ、日産ディーゼルスペースランナー JP が存在する。事業者によってはこれら中型長弱車の総称をナロー車として区別するところがある。いずれも一般的に言われる。 路線大型車よりもホイールベースが長い設定が多い。そのため、車種にかかる重量の負担から、ブレーキの大型化や、ホイールボルトを6本から8本へ変更など、安全性の向上へいずれのメーカーも、精力的に取り組んでいることが伺える。三菱不装は、エアロミティ MK を発売していたが、2007年8月に UD トラックスからの OEM 供給に切り替えられた。しかし、 それも2010年10月の UD トラックスのバス事業撤退により打ち切られた。2011年から再びエアロミティ MK を販売したが、2017年に生産終了となった。日野は自社開発したレインボーを生産終了とし、イスズとの統合車種であるレインボー2に一本化された。なお、イスズも日野からレインボーの OEM 供給を受けて、 エルガジェとして発売していたが、前日の通りレインボーの生産終了に伴い、打ち切られた。2011年12月現在、中型ロング車は、日本国内のメーカーすべてにおいて販売されていない。小型車、全長7メートル、車幅2から2、3M のバスが該当する。ホイールサイズは、以前のものは15、16インチ、現在は17.5インチ。 定員29名以下はマイクロバスに分類されるが、路線仕様のリエッセやエアロミディエムリーなどリツ赤城車を前提に、定員30名を超えるため、マイクロバスには分類されない。なお、マイクロバスに分類されない車種のうち、2014年、現在で生産されているのは、日野、ポンチョのみ。特大車、全長12メートル長、または、車幅2.5メートル長のバスが該当する。 伝説車同様国産車はなく、ネオプラン、メガライナーが唯一の存在となっていた。前述のように、日本では特殊車両として関連機関への通行許可申請が必要になり、許可された経路しか運行できない。大型車、全長12メートル未満、車二2.5メートルのバスで、現在は国内の3社が製造を行っているほか、かつての日産ディーゼル製や、 ダイウバスなどの輸入車も現役である。エアロバス、セレガ、ガーラ、スペースアローといった車種が存在する。いずれもハイデッカー、スーパーハイデッカーが設定されている。紙コーチなどの乗り入れ用に全長11メートルに短縮したバスも見られるが、最後まで11メートル車が設定されていた、スペースアローの製造終了に伴い、現在は12メートル車のみ製造されている。 中型車、全長9メートル、車腹2.3から2.5メートルのバスで2019年、現在は J バスのみが製造している。小口の貸切向けなどに用いられている。大型車の全長を9メートルに短縮した車種は主に、セレガハイレッカーショート、ガーラ HD-9、エアロエースショートタイプ MM がある。車腹2.3メートルの中型専用車種は、エアロミディエム系。 メルファ、ガーラミオが製造されている。近年は居住性改善のため大型ベース車を導入する事業者が多い。高速道路料金は乗車定員が30名を超えると特大料金が適用されるため大型ベース車や中型専用車種を問わず客席を7列として最後部列を3人掛けまたは4人掛けとして補助席を取り付けず、 乗車定員を29名以下にしている車両も多い。最高尾席が5人掛けや客席が8列の車は、乗車定員が30名を超えるため、高速道路料金は、特大料金が適用される。小型車、全長7メートル、車幅2から2.3メートルのバスで、大半はマイクロバスに分類される。観光用は、車二点三メートルの中型車の全長を七メートルに、 短縮したエアロミリ MJ、メルファ7、スペースランナー7を用いることが多い。これらは中型車と同様にハイデッカーで床下トランクを備えるものがあるが、マイクロバスの要件を満たすことで高速道路料金は中型が適用される。ただし、同じ車種でも個体によっては、車両総重量や定員がマイクロバスの要件をオーオーバーして高速道路料金は 大型の適用を受ける場合もある。車幅2メートルクラスは、日野、リエッセがある。現在、このクラスは、全車種とも製造が打ち切られているので、所有する事業者は減少しつつある。客席が1階と2階の双方にあるバス。詳しくは2階建てバスを参照。原因自動車型バス。詳しくは、トレーラーバスを参照。トヨタ、日野、 海 CHV バスハイブリッドバス多くは来年期間を用い、軽油内脂はガソリンなど石油生成物を使用する場合が多い。小型のものにガソリンエンジンと LPG エンジンが見られるほかはディーゼルエンジンがほとんどである。大洋燃料日本では石油燃料が統制された太平洋戦争中戦後の混乱期に焚き木を貫流する老装備し、 そこで発生したガスを燃料に用いた、通称、木炭車の例がある。始行の数時間前から焚き木をくべ、ガスを集めなければならなかった上、ガソリンに比べ十分な出力が得られず、上り坂で立ち往生してはその度ごとに、乗客総出であと、押しをしたなどの逸話が多く残っている。代用燃料車はバスに限らず多くの自動車に用いられたが、化石燃料の供給が、 安定化していく中で廃れていった。太平洋戦争中、戦後の燃料事情の悪い時期には蓄電池を使った電気バスが用いられたが、やはり燃料事情の改善に伴い衰退した。しかし2010年代になると、リチウムイオン二次電池の性能向上から再び登場し、運行されている。黒部ダムで2018年まで運行されていた関電トンネルトロリーバスまた、 道路上に張られた河川から電気を取り入れ、電気モーターを駆動するトロリーバスは、日本では長大トンネルと急勾配を要す黒部ダムを除き、経済性の面でディーゼル車にとって変わられたが、世界の都市部では広く普及している。これは、外観はバスであるが、日本の法規では無機場電車という鉄道車両として扱われる。近年は排出ガス規制の強化から、ハイブリッド、 CNG、エタノールエンジンの実用化が本格化しており、FCEV の開発も進んでいる。常温での液化が困難な天然ガスは容量を確保するために、タンク溶石を非常に大きくする必要があり、CNG 車や FCEV 車での低消化は、必然的にタンクが屋根状化層となり、不必要な車体補強や重心の上昇を抑えるため、 軽量なカーボンファイバー製タンクが用いられている。インフラストラクチャー面でもエコステーションなどの増設も進んでおり、徐々にではあるが普及しつつある。ハイブリッド車はディーゼルエンジンと電気モーターの組み合わせが一般的である。水素ガイドウェイバストヨタ IMTS 通常の自動車の構造で運転手の操作による運転。通常の運転操作のほか何らかのガイドにより、 新交通システムや路面電車、鉄道車両のような運転を可能にしたもの。ガイドウェイ区間の運転方法には手動と自動とがある。ガイドウェイバス一般のバスの特徴に加え、専用軌道を案内装置の誘導で走ることのできるもの。日本の放規場では専用軌道走行時は鉄道車両として扱われる。IMTS ミリ波、レーダー、路車間。 車車間通信と路面に埋め込まれた磁気ネイルによって走行する国が提唱する ITS の自動運転と同様のシステム。専用路では発進、停止、重大程度の隊列走行などが無人で行える。一般道路上では通常の有人運転によりバスとして運行が可能とされる。鉄道の定時性や輸送効率、バスのフレキシビリティなど 双方の長所を融合させた交通システム。日本の放棄では専用軌道走行時は鉄道車両として扱われる。現在は試験段階。デュアルモードビークル道路と鉄道の鉄軌道の両方を走行する機能を備えた車両。1963年に国鉄が鉄道末端区間でのバスとの乗り換えを解消する目的でアンフィビアンバスの名で試作したが、 重量課題などから実用化はされなかった。2004年から JR 北海道が実用化に向けて試験していたが、経営上の理由から2015年に終了となった。これを朝海岸鉄道が採用し、路線末端区間での軌道、道路直通運行を2020年より開始することで、実用の日の目を見ることとなった。日本におけるバスの自動車検査省の車体の形状欄は、 ボンネット、キャブオーバー、アンダーフロア、リアーエンジンのいずれかとなる。ボンネット、ベップ鉄輪の地獄めぐりに使われる、トヨタボンネットバス初代、B 型エンジン搭載の HB 型、または LB 型シャーシと思われる。黎明期の自動車では、エンジン位置や動力伝達方法は様々であったが、速度や重量の増加に伴い、一旦はフロントエンジンリアドライブへと集約されていく。 バスが馬車から自動車へと変わった後も長らくエンジンの位置は車両全部にあったがこれはバスがトラックのはしご形フレームのシャーシを利用して車体を仮装していたことに由来するこの方式は日本ではボンネットバスと呼ばれ1950年代までバスの主流であったほぼすべてのバスがボンネット型であった時代にはこの呼び方はなくキャブオーバーや リアエンジン車の台頭とともに、それらとの区別のために呼ばれるようになっていく。ボンネットバスは、運転席や客室の前方外側にエンジンを立て置きし、後輪を駆動する方式である。客室から独立したボンネットは、エンジンの点検や整備が容易であり、騒音源が客室と離れている利点がある。しかし、長いプロペラシャフトが、音ぶりで不利なことや、車両の全長に対し、 有効、床面積が少ないことが欠点であった。リアエンジン車に駆逐され、日本国内では1960年代に急速に数を減らし、1971年に生産を終了した。近年ではレトロな外観が人気を呼び、レストレーションの後、観光用の路線バスとして運行されているものもある。アメリカでは大型トラックなどに見られるようにボンネット型が、 好まれる傾向もあり、ボンネットイコール旧式のイメージは少なく、コルゲートボディのスクールバスなどで知られる、ブルーバードで、キャブオーバー型とともに生産が続けられている。また、これらのクラシックバスとは別に、やはり集客用として新たに作られたものもあり、マイクロバスやトラックのシャーシにボンネット付きの車体を、仮装したリトロ調バスのほか、キャブオーバー型のマイクロバスに、 形だけのボンネットをつけたエセボンネットバスも見られる。キャブオーバーキャブオーバー車の室内中央の膨らみが、エンジンカバーシュコダ706トラックスエンジンの位置や、ドライブトレーンはボンネット型そのままに、大きな技術革新を伴わない進化として、トラック同様にキャブオーバータイプが登場した。これは、車体形状のみを見直し、室内空間を拡大したもので、車体全長あたりの有効。 床面積はやや拡大する。しかし、カバーに覆われただけで客室に鎮座するエンジンは、騒音や油収、温度の上昇などの問題も引き連れてきた。大型車では、エンジンは床上に大きく張り出す格好となり、エンジンカバーはあるものの、室内への騒音侵入や、温度上昇は避けられず、居住性、快適性では不利であった。また、縦置きエンジンでは、 重量配分の関係から、車体に対し前車軸が前進する格好となり、フロントオーバーハングが短くなるため、構造上、前扉とすることが難しい。以前のイタリアではエンジンを運転席の下にオフセットして配置し、前扉とした例がある。また、イギリスの AEC ルートマスターは左側には客室がなく、ボンネットが露出している。一方、運転席が 車体全般に移動したことで、見切りが良くなり、全長に対するホイールベースの比率が短くなることから、取り回しが楽になる長所もある。世界的には、トラック用フレームをベースとしたキャブオーバー車が多数生産されており、日本製エンジンも多く搭載されている。堅牢であることと、車体仮装が楽なことから、特に途上国では主流である。 スペースフレームでも少数が生産されているが、フレームレスモノコック車体では、モノコック式の終焉とともに過去調入りしている。日本国内に限ると、はしご型フレームを用いるマイクロバスでキャブオーバー型が主流となっているほか、同様にトラック用フレームを利用する採血者、レントゲン車、放送中継車、馬筆運送車などにも見られるが、 旅客用の大型車は現在では生産されていない。前輪駆動前輪駆動のネオプラン N912 型、サンライナーネオプランのランプバスなどに見られる横置きエンジンによる前輪駆動車。ドライブトレーンはすべて全軸付近に集約されるため、床は車両最後端まで平らで低く、背面に乗降用の扉を設けることも可能。運転席の後ろに大きなエンジンルームがあるため、 通常、最前部は客室として使われず、前扉とその他の扉との行き来もできない。非常時にはエンジンルームを乗り越えて移動する。コミューターバスなどに用いられる輸入小型シャーシは、乗用車やライトバンのコンポーネントを流用した FF 方式となっている。車体中央床下に水平シリンダーエンジンを搭載し、後輪を駆動するミッドシップレイアウトのバス。 床下にエンジンがあるため、デッドスペースを完全に解消し、車体寸法の大部分を客席にすることができた。しかし、エンジンの整備性がやや悪いこと、フロントに置かれたラジエーターとの間の冷却水配管が長くなること、室内の雰囲気温度が上昇すること、ブローバイガスによる輸出などが問題として残った。大型バス用としては少ないが、1960年代の日の ブルーリボンシリーズやボルボ富士重工の B10M 型などに例がある。現在ではブローバイガスの待機放出は禁止されているため、室内への輸出の侵入は解消した。リアエンジン方式はエンジンを車体最後部に配置し、室内空間を拡大したものであるが、狭いスペースに適したドライブトレーンの設計や冷却儀の流れなど、克服すべき技術上の課題が多く、 ドライブトレーンのレイアウトとしては遅い1939年の登場となった。同時にフレームレスモノコック構造の車体と横置きエンジンが採用され北米で爆発的に普及した。1960年代以降路線バス用として水平シリンダー型エンジンを採用したリア,アンダーフロアエンジン方式が登場する。 この方式は縦置きのままエンジン直上まで座席を設けることができるため、ひな壇を最小限とし、室内空間を拡大しながら横置き直立エンジンに比べドライブトレインのコストを抑えることが可能となり、トヨタ、三菱扶桑、ニストロークエンジン時代の民生、日産ディーゼルを除く各社が採用し、その後の主流となる。しかし、後述するノンステップ化の要求により、 床下にエンジンを設けることができなくなり、直立シリンダー型の横置きエンジンへと一時的に移行した。現在は縦置きのままエンジン直上まで座席を設けることのできるノンステップが2000年頃に開発され、現在主流となっているノンステップバスの車内体系タイヤと2段の出入り台を持つ、ワンステップバス、ノンステップバス、低床バスと呼ばれるもの。床下には、 エンジン、変速機、喧嘩装置があることから、床面高さを下げることは困難とされてきたが、車体最後部に直立シリンダーのエンジンを横置き搭載するなど、配置を工夫することによって、床高さを下げ、乗降口ステップの段数を減ずるか、完全に排したもの。ノンステップ車では、車椅子での利用を考慮し、乗降時のみ、空気バネの操作により、車体を傾斜、または加工させ、 さらに上高口高さを下げる、ニーリング機構を備える。バリアフリーの進展により、欧州で広く採用され、近年、日本でも導入が、活発化している。低床とは逆に、客席床をかさ上げすることにより、タイヤハウスの出張をなくし、視界を良くしたものを、ハイデッカー、高床車という。また、さらに床を高くしたものは、スーパーハイデッカー。 超高床車と呼ばれる。出入り台の段数は、ハイデッカーでは3段、スーパーハイデッカーでは4段というのが一般的。主に観光用、高速路線用として導入される。1階部分も座席としたものは、ダブルデッカー、2階建てバスと呼ばれるが、これらは観光用のみならず、ロンドンや香港の路線バスのように乗車定員を増やす目的のものもある。これらのバスは、 重心が高いため、転倒を防ぐ運転が要求される。車両際全部、すなわち前輪より、前のフロントオーバーハング部のみに、ドアがあるバス。観光バスや高速バスでは、一般的なドア配置。自家用バスや路線バスでも、近距離高速バス、バリアフリー法の適用除外となる、長距離路線バスなどにも用いられている。全ドア路線バスは、 他のドア配置の車との区別の必要から、トップドア車と呼ばれることもある。このタイプを路線バスとして使用している事業者には、箱根登山バス、四国交通などがある。箱根登山バスでは、前、中二扉のノンステップ車の導入を進めているが、その場合、前ドアを出入り口とし、中ドアを車椅子専用としている。前輪と後輪の間の車両中間部にドアがあるバス。 かつて路線バスにおいて車掌が乗務するのが一般的であった時代の標準的なドア配置で運転席と出入り口が離れているためワンマン運転の路線バスには適さないが教習車やフロントオーバーハングが短いため最前部にドアを置けないマイクロバスなどでは現在でも使用されている路線バス用マイクロバスの場合車種によっては前輪直後にドアが配置され 運転席と出入り口を近接させている。得意な例としては、一部事業者の観光バスで、中ドアを乗客専用としている例がある。前方のドアを前輪より前に置き、後方のドアを車両中間部に置く方式。路線バスにおいて、現在最も一般的なドア配置。ノンステップバス、ワンステップバスの場合は、ほぼこのドア配置で、 車両前方から中扉部分までは床面が低く、中扉より後方は床面が高くなっており、車椅子利用者は床面の低い部分のみを通り乗降できるようになっている。また、2階建てバスもこのドア配置が一般的である。ハイデッカー車やスーパーハイデッカー車では車椅子対応車以外あまり見られないが、淡路交通が導入した高速バス車両の一部に前、 中扉仕様のハイデッカー車が存在した。前方のドアを前輪より前に置き、後方のドアを後輪より後ろに置く方式。かつて路線バスにおいて、前、中扉と並んで、広く見られたドア配置。現在では、低償化に対応できないため、ほとんど製造されていないが、近郊、長距離路線バスや関西圏においては、標準的なドア配置であった。新規バスでは、 この扉配置の三菱不装、エアロスターノンステップバスの試作車を導入しているが、後輪ホイールハウス間の通路が狭く、車椅子には対応していない。東京空港交通のランプバスに用いられる3、扉車乗降時間の短縮を目的とし、前、中、後の3カ所にドアを設けたバス。前、中の2扉でも、中ドアを、ワイドドアにすることで、 ある程度の乗降時間の短縮が可能であり、経済性からそちらに移行する事業者が増えた。さらに低償化が進んだことにより、現在ではほとんど製造されていない。また一部事業者では、前、中扉と前、後扉の車両を用いている地域間で車両を共有するため、サンドア車を導入した事例もある。はしご型フレームにボディを乗せた構造で、両車は、 分離が可能である。エンジン、トランスミッション、サスペンションはフレームに支持されており、フレーム単独での走行も可能で、ボディはそれらに関する応力は負担しない。フレーム、ボディともに設計自由度が高く、多様なデザインに対応できる。車体は、木骨後半張りから全構成へと発展している。開発途上国で、トラック用の車種に、 現地製の車体を仮装したものが多く見られるが、現在の日本国内では主にマイクロバスが採用しており、大型車では旅客用としての需要はほとんどなく、車体全長にわたって屋根のない福岡オープントップバスのほか、レントゲン車、馬筆輸送車に見られるのみとなっている。日本初のフレームレスモノコックボディを採用した富士号富士 TR014X- に、 民生 k d 年にエンジン航空機の機体構造をバスボディに応用したもので、航空機技術が飛躍的に発展した1930年代以末のアメリカで考案された。桁と外反、外反同士の接合にはリベットが使われており、シーバリを与えられた革で応力の大部分を負担する。軽量を維持し、強度と剛性を確保するためには丸みを帯びた外観と、 開口部が少ないことが必須となり、他の構造に比べ、設計やスタイリングの自由度は少ない。日本では敗戦後、軍事産業を営む他の企業と同様 GHQ の命により、旧中島飛行機も会社の解体と航空機の製造を禁じられた。そのうちの東京富士産業は、生き残りをかけた民主転換を模索する中で航空機技術を活用した。 バスボディの開発に乗り出した。1949年に日本初のフレームレスモノコックボディを採用した富士号を完成させ、以降、長く国内のリーダーカンパニーの地位にあった。西日本車体工業は太平洋戦争末期に海軍の試作戦闘機神殿の設計を手掛け、すでに解散していた九州飛行機の OB を集め、丸窓と呼ばれる新型バスを完成させた。 窓の四隅を丸くすることで応力の集中を防ぎ、関西のバス事業者から、西港のバスは、力学的に理にかなっているとの評価を受けていた。他に、川崎航空機、クレハ自動車工業、金山自動車工業も航空機製造メーカーの転換組で、やがて、これらのメーカーが、核、シャーシメーカーと提携を結び、ラダーフレームの上に車体を乗せることしかできない。 ローカルコーチビルダーを駆逐していくことになる。一般的な材質はスチールであるが、1959年5月、外販のみをステンレスとしたセミステンレスカーが、札幌市営バスで登場している。スケルトン RSRS120、P コーチ健康2アメリカ生まれのモノコック構造に、対し、欧州の車体メーカーが古くから取り入れていた、マルチチューブラーフレーム構造のこと。 ビルドインフレームであり、フレームと車体の分離はできない。多数の細い交換を、応力の方向に沿って配置し、溶接により組み立て、車体の骨格を形作る。カナダドルのワイヤーフレームを実体化したような見た目で、その印象から、バードケージの別名を持つ。骨で、すべての応力を負担し、外反は単なる多いとなるため、部材の板厚や、 リベットなどによる外反同士の強固な接合は必要ないが薄い外反は振動により太鼓の皮と同様の効果を生むため騒音をもたらすドラミングの防止が必須となる窓と扉の配置やその大きさの設定にも自由度が高く強度や合成の調整もたやすい日本では日野社体工業が1977年に 観光系の日野 RS に導入したことに始まる。スケルトンボディと銘打った、この車の登場は国内市場に衝撃を与え、従来のモノコックボディが一気に陳腐化してしまった。他社はモノコック構造のまま窓の拡大やリベットレスの外観とすることで、かろうじて商品力を保つのが精一杯の状況となった。日野はスケルトンボディを武器に、 トップシェアを持つ三菱不走を交わして、バス市場の主導権を握る戦略を取り、路線車でも1980年に中型のレインボーを投入した。しかし、大型路線車への採用過程では、迷走が見られ、その機に乗じた各社の生き残りをかけた開発競争が激化する結果となる。こうした動向は各、コーチビルダーのシェア争いに影響を与え、 後年の車体メーカー再編の契機の一つともなる。日本のバス製造業は、大中型と小型とで、住み分けがなされてきたことと、大中型の場合、以前の三菱自動車工業を除き、シャーシメーカーとコーチビルダーとが個別に存在しているところに特色がある。しかしながら、公共交通不振に伴う、バス事業の転換期となる1980年代以降、 一般営業用にも小型バスの普及を見、また、大、中型車足メーカー主導による、コーチビルダーの再編が行われ、現在もなお変化過程の過中にある状況である。現在、大、中型バス車両を供給する、日本メーカーは、以下の3社である。1960年代のバス事業再生期までは、トヨタ自動車、日産自動車といった、 現在の乗用車最大手クラスの企業も大型バス製造に携わっていたが、1974年にトヨタ自動車が撤退して、以降、国内の大、中型バス車台、エンジン製造は、イスズ自動車、日野自動車、三菱不装トラックバス、日産ディーゼルの4社に事業集約されていた。しかし、日産ディーゼルは2010年8月をもって、シャーシ生産から撤退し、 以降は三菱不走からの OEM 供給のみとなった。さらに2010年10月に三菱不走と UD トラックスとのバス事業統合に関する協議が終了したのに伴い三菱不走からの OEM 供給も取りやめることになったため UD トラックスはバス事業から事実上撤退し現在は三者体制となっている。 また、イスズ自動車と日野自動車は2003年10月1日付で J バスを設立した。バス事業統合に向けた動きを加速させ、J バスが統合車種として、路線系はイスズ自動車が、観光系は日野自動車がおのおの開発した車両を J バスが製造し、イスズ自動車、日野自動車両社が販売している。コーチビルダーとは、車体仮想メーカーのこと。 戦前のバス車体は木骨を構造材とした重く頑丈なものであり、仮想にさほど技術を要求されなかったことから、町工場レベルでも参入が容易で、各自動車メーカーよりトラック用車足を購入した上で、各事業者に改造して納入していた。自動車メーカー側としても小規模事業者が乱立していた当時のバス事業者相手に小口取引を迫られることとなるのを回避できる。 メリットがあった。戦後、航空機産業の壊滅により、富士重工業や川崎航空機などが、軍需の民生転換として、バスボディ製造を開始する。これらのメーカーはそれまでの航空機製造技術を生かし、外反を強度部材と考えるモノコックボディを武器に、軽量な車体とアメリカナイズされたスタイルでシェアを伸ばす。1960年代まではやなせ、 帝国自動車工業など戦前来のコーチビルダーと、被告工業、新日国工業などの戦後の航空機、産業転換企業、及び東浦自動車工業、松本車体、京成車体といった特定地域向けローカルコーチビルダーが入り乱れる状況が続く。しかし、フレーム式構造から軽量で、ホイールベースの変更が容易なフレームレス構造へと、 移行し、床面積が有効に使える RR 方式のバス専用シャーシが開発され、それが主流となると、町工場レベルでは代用が不可能となる。さらに、シャーシメーカーとの提携関係が進むにつれ、中小メーカーの撤退が相次ぎ、1975年の帝国自動車工業と金山自動車工業の合併による日野車体工業の成立で以下の6社に集約された。 以後約10年間は無風状態となる。1970年頃までは、コーチビルダー各社は独立性が高く、帝国イスズ、川崎日野、三菱、豊田、金山三菱、日産ディーゼル、北村三菱日、日産ディーゼルといった組み合わせも見られた。この時期、コーチビルダーとシャーシーメーカーとの関係強化により、富士中工業と西日本車体工業を除き、 ごく一部の例外を除き、特定メーカーのシャーシーにのみ仮装するようになり、その流れが1985年以降のシャーシメーカー主導の再編を呼ぶことになる。イスズは川中車隊に資本参加し、合弁会社である YK コーチを設立、1995年にはイスズバス製造に改名し、翌年イスズが完全公害社化している。 北村は1984年以降、大幅に事業規模を縮小し、1989年以降は小型車のみに仮装を続けたが、撤退した。三菱自動車は指定メーカーのレハ事校に、資本参入し、同社は新クレハ社体工業に改名、さらに1993年には完全子会社化し、三菱自動車バス製造に改名した。その上で、 1996年に三菱自動車自身による車体製造は中止した。日産ディーゼルは2002年にコストカットの観点から指定メーカーを西日本車体工業に一本化すると発表した。これにより富士重工業は大幅な受注減が見込まれたことから同年度いっぱいでバス車体製造から撤退した。さらに、イスと日野のバス事業が統合され、 イスズ車体と日野車体は合併し、J バスが誕生した。UD トラックス指定メーカー、三菱不走純指定メーカーである、西日本車体工業は、昨今のバスボディ受注の減少から2010年8月に、バスボディ仮装を終了し、同年10月に会社を解散した。この結果、現在は以下の2社に集約されている。乗車定員が30名に満たない小型バスは、第、 中型バスメーカーの他にも、トヨタ自動車、日産自動車を合わせた5社から販売されている。イスズは小型バスを自社生産していたが、1993年から2003年にかけて、日野、日産からの OEM 供給へ切り替えられた。同系企業であるトヨタと日野はかつては相互に小型バスの OEM 供給を行っていたが、現在はトヨタからコースターのみを日野に、 OEM 供給している。また、日産はディーゼルエンジンのみ、日産ディーゼルからの供給を受けていたが、2004年11月に三菱不走からの供給へ切り替えたものの、2008年からは自社製エンジンに切り替えたものの、2010年に再度ガソリンエンジンのみの設定となった。三菱不走も2010年に大型バス、中型バス同様に自社の大江工場から、 三菱不走バス製造に生産を移行している。またこれとは別に、ワンボックスカーの車体長を伸ばして12から15人乗りにした小型バスも存在し、ワンボックスカーベースの小型バスは、現在はトヨタ、日産から販売されている。かつてはイスズもワンボックスカーベースの小型バスを発売していたが、現行型のコモには、マイクロバスは未設定である。 現在マイクロバスを製造している車体メーカーは以下の通りである。また、1997年までは松田もライトバス、パークウェイの社名で小型バスを製造、販売していた。車体は西日本車体工業から供給を受けていたが、路線バス、観光バスともに大型バスによる運行により廃車される場合が多い。さらに遡るとダイハツやプリンスにも 自社開発のマイクロバスがあり、現存する乗用車メーカーのうち、2トンクラスのトラックシャーシを持っていなかった、スズキ、ホンダ、スバルを除くすべてのメーカーが、マイクロバス製造に関わっていた。メルセデス・ベンツ・シター・ロスカニア・インターシティド、戦時体制下の1940年代、バスをはじめとする自動車は国産化され、輸入は一時途絶えた。しかし1970年代後半から、 観光バスを中心に、主に欧州から2階建てバスやスーパーハイデッカーが輸入されるようになった。それにより、2階建てやサロン付きなどの豪華観光バスブームが起こった。これらの輸入者により、国内メーカーも影響を受け、国産2階建てバス、スーパーハイデッカーを製造することとなった。その後、2階建てバスの国産化や、その2階建てバスの安全性、国産とは異なる。 使い勝手や整備、信頼性などにより輸入者は一部事業者を除き、敬遠された。さらにその後の景気低迷により、輸入者はネオプランを除きほぼ途絶えた。その後、同社製バスもモデルチェンジごとに大型化が、進み国内では、運行が困難となったことから、最大ユーザーにして、総輸入代理店の中央交通も2005年を、最後にネオプラン車の輸入を休止している。 その後、路線バス用としてネオプラン製ノンステップバスが試験的に輸入され、これにより国内各メーカーがノンステップバスを開発発売するきっかけとなった。以下はエンジンもしくは車体が日本製蒸気のように様々な事情によりシャーシを輸出し、車体の仮想を日本国外で行う逆輸入車や、それとは逆にシャーシを輸入し、 車体の仮装のみ国内で行うケースがある。日産ディーゼルは国内に直径のコーチビルダーを持たないため、車体については比較的自由度が高く逆輸入車が存在する。人件費の安いフィリピンに現地法人を設立し、ベルギーのコーチビルダー、4K レが車体を手掛けたユーロツアー、及び日産ディーゼルのシャーシに 4K レが仮装した 4K レモナコが存在したが、 短命に終わり、いずれも現在は製造されていない。日産ディーゼルの指定メーカーであった富士重工も、資本的に日産ディーゼルとのつながりが薄いため、蒸気のコーチビルダーの項に示すように、日産ディーゼル以外のシャシーに仮装している。その中で1984年に、価格万博向け連接車を、ボルボのシャーシに仮装した。この実績をもとに、同じシャーシに、 貸し切り用ボディを仮装した車両をアステローペとして販売した。以降、2回のモデルチェンジを行うなど息の長い商品となったが、1999年廃棄ガス規制に対応できないことから2000年で中止された。またコミュニティバス向けとして、全輪駆動車 C を用いた小型ノンステップバスが輸入されている。近年、上記の小型ノンステップバスを含め、連バス、 全長12メートル超の4軸2階建てバス、メガライナーなど、国内メーカーでは対応できない車種を輸入するケースが多い。最近では、国産の2階建てバスである三菱不装、エアロキングの製造が2010年に打ち切られたため、その代替も兼ねて、スカニアの車種を仮装した、バンホールアストロメガ TDX24 を導入する事業者も見られる。また、 経費削減を狙い大バス社やヒュンダイユニバースなど、韓国車を導入する事業者も存在する。注釈出典 ABCDEF は再建時2001、ピアニッシも246から247、水素燃料、エンジンバスの行動走行を実現東京都市、大学水素燃料、エンジンバスの開発に成功 UD トラックス社との、バス事業に関する合弁会社の設立協議、 交渉終了について三菱不走プレスリリース2010年10月29日バス事業に関する合弁会社の設立協議打ち切りのお知らせ UD トラックスプレスリリース2010年10月29日ありがとうございます